らっしゃいませ。心へようこそ。はい、今回の動画は精神科入院シリーズ第3章なんですが、第3章では入院中の過ごし方について解説していますが、おそらく看護師の動き方、スケジュールも気になってくるかと思います、多分。なので今回は精神科看護師の1日のスケジュール日勤編をお送りしたいと思います。よかったらぜひ最後まで見ていってください。まず8時頃に大体出勤をします。出勤をしたらまず受け持ち患者さんの確認をします。で、その受け持ち患者さんの情報を収集したりしますね。その他、その日に何かスケジュールがないか、入院とか退院、外出、外泊などの有無を確認します。ちなみによくあるスケジュールなんですが、私の勤務する病院ではまず一番多いのが入院、退院、検査が多いですね。そして外出、外泊があります。また医師から家族への病状説明や介護認定調査、入所前訪問などがあります。ちなみにこの介護認定調査っていうのは、これは介護を必要とする患者さんの介護保険の申請の際に介護認定調査員の方が来て患者さんの状態を確認しに来ることです。また入所前訪問というのは、これは患者さんが施設に入所する前に施設のスタッフさんが患者さんの状態を確認しに来ることです。そして8時半になったら夜勤者からの申し送りを聞きます。夜勤の看護師から患者さんの状態などを日勤スタッフ全員で聞きます。ちなみに申し送りの内容としては、患者さんの精神状態や夜間の睡眠状態、バイタルや食事摂取量、症状、訴えの内容、夜間の過ごし方、薬の内服状況などがあります。また対応方法で注意するべきことがあったりなどしたら、この時に申し送ります。次に9時になったらバイタルサイン測定、点滴、各処置に回ります。患者さん全員のバイタルサイン測定や点滴、各処置を行います。このバイタルサイン測定のバイタルサインっていうのは、脈拍や血圧、体温やサチュレーション、これは動脈血の酸素飽和度のことです。そして各処置の内容としては、床ずれや傷がある方の処置、また入院ができない方の体拭き、便秘が続いている方の肝臓を試行したり、血液検査、これは採血ですね、また CT やレントゲン検査を行ったりします。もう午前中は結構いろいろ処置とかスケジュールが入っていると、もうそれだけでバタバタ、一番忙しい時間ですね。そして各処置をしながら、または処置が終わった後にそれぞれその日の受け持ち患者さんの状態を観察しに行きます。観察内容としては、表情、口調、また訴えの内容、夜間の睡眠状態、精神状態、身体状態、排泄状態、体の動き、食事摂取量、体の痛みの有無などがあります。まあ、これは患者さんによって観察する項目は違いますね。そしてバタバタと午前中を過ごしていると、あっという間にお昼になってしまいます。11時半になったら昼食摂取の解除、食後の内服確認、解除を行います。各患者さんへ食事をセッティングして回り、解除が必要な方は食事解除を行います。で、食事の解除をするとき、むせ込んでしまったり喉に食事を詰まらせたりしないよう注意をしながら解除をします。そして食後、各患者さんの薬の内服確認、解除を行います。ご自分で飲める方はお薬を渡します。そして11時半から13時半の間にスタッフが交代でお昼休憩に行きます。
ただ忙しい時はちょっとこの時間通りに行かず時間をずらしてお昼に行ったりしますね。次に13時半からは各受け持ち患者さんの状態を確認しリーダーナースへ報告します。またその都度カルディに患者さんの状態を記録していきます。そして午後に処置がある方は点滴や傷の処置などを行います。あ、この時病棟が落ち着いている時は時間に余裕があったりしますが、結構精神身体状態が不安定な患者さんが多かったりすると、またはいろんなスケジュールが予定が入っていたりすると結構バタバタだったりします。まあ大体バタバタ忙しいんですけどね。15時になったらバイタルサイン測定をまた行います。この時は身体状態があまり良くない方や経過観察が必要な方のみバイタルサイン測定を行います。そして17時になったら夕方の薬の準備をします。飲み込みがしにくい方、良くない方などはお薬を潰して粉状にして準備をしたりします。で、この時17時にはリーダーナースは夜勤者へ申し送りをします。そして17時半に退勤になります。毎日定時で帰れるように努力はしています。精神科あるあるなんですけど、どうしても患者さんの病状によってちょっと精神状態が悪かったりトラブルが起きやすくて様々な対応に追われることが多かったりしますね。点滴をご自分で抜いてしまったりとか興奮状態になってしまって結構わーっと暴れてしまったりなどがよくありますね。でもこればっかりは病気のせいですから仕方がないことです。はい、今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。精神科看護師って意外と忙しいんだななんて思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまたのお越しをお待ちしております。